こんにちは、ミルモグです。いつも見ていただきありがとうございます。本日は私の愛車マジェスティです。名前は黄色ちゃんの紹介です。塗師式は古いですが、綺麗に大事に乗っています。サイドスタンドのカバーも黄色に似たゴールドのものをつけました。ローダウンシートには境があまりないので、マジックテープでクッションを取り付けました。買ってからまだ一度もこけたことはないので、サイドもピカピカです。ジビのトレッカーアウトバッグ58リッター、うまくつくか不安でしたが、このキャリアのおかげでうまくつけることができました。マジェスティースには簡単にガソリンを入れられる給油口などがあり、普段使いでのストレスは感じないくらい使い勝手がとてもいいです。このミラーは ADV150 のもの。とても視認性が良くて気に入ってます。デイトナのハザードキットもつけてみました。 USB 電源、エトセトラもついております。そしてロングスクリーン、そして今の時代に必要な前後ドラレコ。よく煽られることがあるので絶対つけた方がいいです。何気に便利なこの靴べらみたいなアクセルアシフト、アクセル回すときにとても便利です。タイヤはダンロップのスマートスクート2です。接地面の食いつきがとても良くて、コーナーもとても安心感があって、倒し込みもとてもスムーズです。ゴムの柔らかさはミシュランのシティグリップにとても似ていると思います。とにかくキビキビと走ります。このロングスクリーン見た感じもとてもかっこいいです。そうそう、ライトはLED に変えてあります。 LED ライトの方が数倍明るいです。変えてよかったです。このブレーキレバー、ブレーキ位置が変えられるレバーとても便利です。私は手が小さいので、このブレーキレバーのフィット感とてもいい感じです。しかしこのトレッカーアウトバッグ、大きいな。このマフラービームスのクロッサーレボヒートチタン、見た目もとてもかっこいいんですが、何より音がとてもいいんです。このチタン色のレバー乗るほどいい味が出てきます。おまけに何気に燃費も良くなって、いいこと尽くしです。たまにマフラーからパンといった音がするのですが、アフターファイヤーというものなのでしょうか、見てもらった方がいいのかな。とりあえずは少し様子を見ようと思います。高速道路の120キロ道路は知ったのですが、124キロまで出ました。車体は150キログラム入で軽い方なのですが、意外と安定して走ったので少し驚きました。スピードを出せば出すほど安定しているように感じました。これからもこの黄色ちゃんといろんなところに行って楽しみたいと思っています。しかしこのジビのトレッカーアウトバッグ、黄色ちゃんには少し大きかったかな。ちょっとバランスが悪いかも。でもそれも含めてなんともかっこいい愛車です。それではまた見てくださいね。